はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回はこちらのスーパーウォーズガチャフェスティバル第3弾 SWGF 第3弾の解説動画となります。こちらのガチャね、正直言って想定外ね、想定外なガチャでございました。何がね想定外かと言いますとね、ちなみにね、今日ね、想定外なことがありましたね。はい、安倍さんのね、辞任というね、ちょっとね、ちょっとびっくりしましたね。まあでも、何やら難病のね、難病の悪化ということなので、まあ仕方ないかなといった感想でございます。本当にね、お疲れ様でしたといった感じですね。で、ガシャの話に戻るんですが、何が想定外かと言いますと、で、この真ん中のストライクフリーダムガンダムミーティアは、まあ、情報修正されたということで、おそらく8月28日の0時から来るであろうと、ね、は予想しておりましたが、ね、この両隣、ね、左のプロトゼロ、そして右のトールギス F、こちらの機体がまさかね、再登場するとは思ってもいませんでしたね。はい、SWGF でね、しかも、はい。これね、7月上旬にね、4周年直前に出た機体なんですよね。結構新しい。ね、ほんと新しい機体でございます。ね、今までの第1弾、第2弾の機体たちは、ね、かなり、これよりも古いね、機体だったので、予想を全くしていませんでしたね。なので、これはちょっと美味しいガシャです。これはね、プロトゼロ、トルギス F 持っていない方は、引きに行っていいかもしれないですね。僕はね、行きたいんですよね。正直行きたいです。ダイヤも今200、溜まっておりますし、行きたいんですが、このね、真ん中のストフリミーティア、星6にしてるんですよね。そこがね、提供割合見ていきましょうか。はいね、星4 15%。すごい確率です。まあ、第1弾、第2弾の解説でも言っておりますが、まあ、こういうふうにね、0.034%。他のね、ピックアップ以外は0.034% というね、闇鍋な部分はあるんですけども、で、今回のピックアップ、はい、ストフリミーティア 2%。そして、下の方かな。はい、ここね。ウィングガンダムプロトゼロ。そしてトルギス F 2%。ね、計 6% ですね。で、まあ、こんな感じですね。はい。で、僕の場合はね、ストフリミーティアはもう来たら外れなので、実質 4% を狙っていく。まあ、プラスまあね、0.034% の中の、まあ、持っていない機体といったところですね。まあ、どれぐらいかな。まあ、合わせて 6% ぐらいが当たりかな。結局ね。どうしようかな、なんですよね、これ。なんか引いたらね、ストフリが、ストフリミーティアが来そうなね、そんな予感がね、するので、まだ今回のガシャ動画では引かない。かな、はい、今回は引かないで解説に徹しようかなとは思っておりますが、はい。ちなみにね、これね、1段2段やってる時に、触れなかったんですけど、あの機体が混じってるんですよね。はい、これ。ね、エルスクアンタ。攻撃型エルスクアンタが入っているんですよね。入っていたんですよね。ちょっとスルーしておりました。いや、これは、ね、しかもね、これ毎回僕22連引いた方がお得ですよって、ね、引くなら22連って言ってるんですけども、まあ理由はね、選べるチケットで、この提供割合に含まれている機体たちが選べるんですが、それになんとね、このエルス入ってるんですよね。まあ、一応確認したんですけど、第1弾、第2弾にも入っていた模様です。で、今回の3弾にはね、もちろん入っているということで、エルスクアンタ持っていない人は、ね、22連引いてエルス取って、ね、レードで活躍させることができるっていうね、ちょっとそういうこともできるガシャでございます。はい、選べるチケットでエルスクアンタ、攻撃型ね、攻撃型エルスが選べるっていうのは、ちょっと大きいですね。で、ちなみに、気をつけないといけないことなんですが、はい、選べるチケットで、何度か、お知らせの方で確認したんですが、こちらの、ウィングガンダムプロトゼロ、そしてトールギス F、こちらの2体は、選べるチケットに含まれておりません。はい。そこは、気をつけてください。はい。何度も確認したので、
間違いないと思うんですが、でこのプロトゼロとトールギス F は選べるチケットで選ぶことができません。はい。まあ、そこはね、ちゃんとね調整してるんですね。うん。なのでこれは本当にね、ガシャのみ、ガシャからのみ獲得するとね、狙いに行くといった感じになりますね。はい。まあなので、うん、まあ22連引いて、あと僕どれを選ぶかなんですよね。まあ最高入かな、ちょっとあれ欲しいんですよね、グランドアリーナ用に。はい、引きに行くならね、うん、といった感じですね。でまあ選べるチケットはあのエース必殺技もついていないということでございます。ということでまあ気をつけるべき点もあるにはあるんですが、こちらのガシャ非常に美味しいお得なガシャになっております。なので、まあ、このラインナップ、ピックアップラインナップの3体を持っていない方はもうぜひともね、引いていくのがね、よろしいかなと思います。はい。まあ、ストフルミーティアが、まあ、この中で一番劣るとは思うんですが、まあ、レード、ね、レードである程度使えることはね、分かっておりますので、まあ、僕も動画出しておりますので、そちらの方でね、確認して、まあね、ちょっと安定感がね、欠けている部分があったりするんですけども、火力自体は出るので、うん。まあ、エルスクアンタを持っていなかったり、まあ、レードでね、ダメージを出すことができない、1000万ダメージを出すことができないとかね、そういう方は、もうね、これぜひともね、引いていったらいいかなと思います。はい、まあ、一番の目当てはプロトゼロ、そしてトールギス F。まあ、プロトゼロかな。僕はプロトゼロのあの自爆をちょっと使ってみた差がね、すごいありますので、はい。かな。で、今回はまあ、今回はちょっとね、もうちょっとね、8月31日まで考えようかなと思いますね。ということで、今回もまた、ね、チケットガシャで、ね、引いて終わろうかなと思います。はい。では、11連ガシャチケット引いて終わります。行きましょう。ほい、お、星4来ました。さて、ね、新機体ガシャがね、おそらく9月1日ですね。9月1日に来るんだよね。うん。はい、イージスいましたね。はい、もう分かんなくなったな。はい、星4、集中、いきます。はい、なんだろうね。ゴトラタンかな。ゴトラタンっぽいディテール。はい、ドムか。最初ドムね。はい。で、イージスは正解。ほい、この辺からね、分かんなくなった。リグシャッコー、リグじゃねえ、シャッコーか。はい。で、ガンダムマーク2、ティターンズ。ほい。そして、あー、こいつもね、分かりにくい。グラフム専用ユニオンフラッグカスタム。で、バスターガンダム。今回分かりにくい機体が多かったかな。ディン。で、この辺でもね、投げやりになっておりましたね。はい。シャーセンをズゴック。はい。ゾロアット。そして、スカイグラスポア。ね、スカイグラスポア。はい。ゾロ、おお、やっぱりね。星4当てていきました。ゴトラタン。ね、ゴトラタンっぽいディテールをね、しておりましたので、うん、まあ、これもね、ゴトラタンで間違いないかなと思いました。はい。まあ、こんな感じでございましたね。ほい。うん。まあ、外れですね。ほい。そんなわけで、ね、今回は、ね、引きたい気持ちが半分以上あるんですけども、うん、9月1日の新機体ガシャと、どっちを取るか、といった感じですね。もう引くならこれ200ダイヤ使って22連行きたいので、はい、ちょっと、もうちょっと考えます。はい、新機体ガシャの方に行くかもしれません。はい、ストフリミティアがね、星6じゃなかったらもう言っているんですけどね。はい、といった感じでございます。ではね、今回の動画はこれにて以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオン。